やめねー。いってらっしゃいましご主人様です。はい、今日も、夫が出張です。月に1回ぐらいはあるのかしらね。見向きもせんな、手ぐらい触れちゃう。愛想のない旦那です。愛すべき私のモラを。リアルの流儀へようこそ。こちら50歳主婦リアルの波乱万丈なおしゃべり Vlog となっております。いろいろややこしいこといっぱい抱えてるんですけれども、まるっと楽しんでいきたいと思っております。アラフィフ世代の皆様の気になる話題がてんこ盛り盛り込まれたチャンネルとなっております。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ね、昨日一昨日と連日飲み会だったんで、胃腸もちょっとお疲れ気味で、今から、またユニクロにね、家族の買い物のより良いものをより安く入手する、方法で、ゲットしておりますユニクロの商品をね、オーダー&ピックしに行きまして、でもそのまま編集とかしたいから、もう家帰らないでカフェとかでやろうかなと思っていろいろ荷物持ってきたんですけど、またモラが部屋のストーブ消したかどうか分かれへんとかって言うし、なんかタイマーつけてやったんですけど、そのタイマーをね、で10時間とかのタイマーにするんですよ。こうやってひねるやつ。今もね、夫をね、マインドコントロールしてました。ああ、かったるいよ、めんどくせえよ、行きたくねえよ、みたいな。人間関係なんてさ、どんどん減らしていくべきだと思うんだよな、みたいなことを言ってて、ここ最近の私が感じてることと真逆のこと言ってるし、っていうか一緒になって、その元同僚とか私の学生時代の友達とか、うちの夫も昔から知ってるから、徳島というこの田舎で知り合いも親戚も友達も誰もいなくて寂しい思いしてて、すごい喜んでたくせにそういうこと言うからね。でうちの夫はね、自分の頭と口と心が全然つながってなくて、わっけわかってないんですよね、自分で。私は夫はそんな口で言うほど悪い人じゃないと思ってるから夫婦でやってるし、夫はそれを分かってなくて、言ってること違うでしょみたいな感じで説教説教、9つも上の夫に説教するっていうね。いっぺんストーブ止めに帰る？なんか気になるよな。明日は明日で息子を送らなあかんねんな。一旦家にストーブを消しに帰ります。暖房は消えてた。帰ってこなくてもよかった。帰ってきたから医療費控除の、資料山盛りあるけど、それ持っていく。タイマーね、これつけてやったんですよ。ここについてんですよ。このタイマーついてるのに一切使わへんし、なんぼ言うでもやってくれへんから、これにつけてやったんです。いろんな対策が必要です。これもいろんな対策です。夫と息子から距離を作るため。はい、布攻撃。はい、ほんでこれでベッドルームを作りました。ぐちゃぐちゃやけど。メルカリのあれも、表に出てますけど、資料がいっぱい。この中から持ってきますから。すごいだろ、医療費控除のことやろうと思ったらこんなに資料が。まあ完璧を目指してやろうと思ったら本当に終わらないから、もうそこそこでいいかなとか思ってね。間に合わへんと思うわ。徳島ってね、なんかねややこしい、予約もすごい先まで取れへんかったりするから、もういい、もう間に合わへんかった、間に合わへんかったで。締め切りをさ、早く自分で作って、始まったらもう真っ先にやるみたいなことを言ってたけど、いいんじゃない、ギリギリでも。ストレス溜まるけどさ、頑張れないんだから、そんな自分も受け入れて、間に合えばそれでいいじゃない。間に合わなくたって死にゃしねえし、5年分貯めてそれでいけんだから、それだってできなくたって死にゃしねえし。いやだけど私はお給料もらっちゃってるからな、夫に頑張らなあかんね。締め切りまでに間に合わんかっても別に怒られへんけど、いや一応私も責任感とプライドとあるからね。徳島にね、その池上兄さんを中心としたおじさんおばさんの会が出来上がったんですけど、夫、私、池上兄さん、それから池上兄さんの仕事のパートナー、私の大学時代の学友の S ちゃん、
で、そのね、サークルの名前をつけたくて、私、名前つけるのすごい好きやからね。その池上兄さんが中心となって、徳島で発足した会やから、ブンブン徳島の会、略して文徳会。昭和っぽくていい、おっさんっぽくていい。結局何にもできてないっていうか、手帳の整理をして、なんかいろんな人と連絡を取ったり、調べ物とか予約を取ったりとか、いろいろそうなんで終わってしまったわ。ユニクロの受け取りをして、ちょこちょこっとこうアクセサリーとか見て、ずーっとスタバにいた。まあ、家でいるよりはいろいろ作業するのはかどるわ。まあ家事は絶対やっちゃうしね。はい、今日の一人きりの夕飯はですね、野菜の下処理したやつで、これはちょっと酢漬けみたいに適当にやったんですけど、そこにキノコ、これなんだっけ、舞茸か塩コショウかな、なんかスパイスとかで適当に炒めたやつ。もうめんどくさいから、めんどくさいっていうか、お皿が何枚もになってて、それが鬱陶しかったから一つにまとめたんですけど、酢漬けみたいになってます。ブロッコリーとほうれん草と春菊と、適当に野菜をパッパッと見てね、食べたいな、これいいなと思うやつをパッパッパッと買ってきて、それを適当に下処理して、それを料理にするんですよ。これをなんか、うわ落ちたやん、魚焼きグリルで炙って食べようかな。焦がさないように気をつけたいと思います。お芋を食べるよ。うん、うまい。ナルト新作、おいしいね。ヘルシー。湯がいたほうれん草、春菊とか、こう長細くこう束ねて、ギュ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 ってやって、サランラップでくるくるって巻いて、サランラップごと切ってます。はい、だからこんな、なんかこう一束ずつになってんですよね。はい、便利。これカリフラワーも調理しなあかんやった。徳島ってカリフラワーの産地なんですって。全国一だそうです。私全然知らなかった。この間セレブリティ S ちゃんとこっち諦めたマルシェに行って、なんか威勢のいい兄ちゃんから買ったんですけどね。すんごい綺麗なの、ほら見て。2つで500円、すっごいずしっとしてこうギューっと詰まってんのね。うわー、もう片手には限界がある。綺麗でしょ。多分朝どれやったと思うんですけど、日にちが経っちゃってるから軽く湯がこうと思って、生のままピクルスにしてもいいんだけどね。材料買ってきてないから、ピクルスのカリフラワーだけでやってもいいんだけど。花手まりって言うんだって。可愛いでしょ。ほんとなんか手まりって感じがする。焦げ臭い匂いがするよ。気をつけて。これも気をつけながらやっていきたいと思います。野菜が美味しいから味付けいらないんだけど、ビタミンのね、有用性のビタミンはオイルと一緒に取った方がいいから、オリーブオイルをかけて、もうこのまま塊ごといただきます。うん、おー、いい感じいい感じね。これ油っぽいの、本当はさ、お湯でさ油抜きたいとこなんだけど、そんなのやってられないから、ペーパーで油取って食べたいと思います。カリフラワー明日にずーわ。これ今からやり始めたらめっちゃ時間かかると思うんだ。そんなことない、ちょっとだけやる。だってもったいないもんね、傷んじゃったら。いただきます。うん、ビール飲みたくなる。これイワシみたいな味がする。昨日もう一回も飲んだからな、今日はやめとこ。おいしい。長崎のやつかな。徳島もちくわ有名でおいしいですよ。ずしずし。若いお兄ちゃんがね、カリフラワーの天ぷらがおすすめですって言って試食勧めてくれて、カリフラワー何年か前からすごい好きで、見かけたら買うようにしてんですけど、可愛くないこれ。サムネタイム、ちょっと元気出てきた。ブサイク、これ赤ちゃんの頭みたいだよ。本当に高いじゃないですか、都会のカリフラワーって。ちっちゃくて傷んでて、もうこれめちゃめちゃ新鮮やし、2つで500円だったもんな。舞茸と紅大根、これで軽く湯がくわ。生でも食べれるからさっと湯がこうかな。茎も全部湯がくよ、葉っぱも。アジサイみたい。アジサイもしくは脳みそ。脳みそ生で食べてみよう。おいしい。キャベツみたいな味がするな、生で食べたら。カリカリしておいしい。あんまり湯がいたらこのカリカリがなくなるからね。これはカリフラワーじゃないよ、かまぼこ。練り物、天ぷら、うちの父が好きやったの、天ぷら。大阪に有名なトラや。うちの母がごぼ天とか買ってた。うちの父がごぼ天好きだったのよね。ごぼ天また買おう。分けすぎちゃう、危ない。お塩入れたから沸点がすごい上がってんやと思う。早めにあげないとね。この間失敗したからね。カリフラワー茹でる。茹で上がってる。茎がちょっと食べてみる。ちょうどいい塩梅。
茎も食べる。苦味がいい。まな板に残ってるこのポロポロしたやつも食べる。うまい。もういいと思う。花手まり。いいネーミング。これで500円だよ。ちょっとみんな徳島に住んで。徳島のね、川内のね、多田さんっていう方がね、このカリフラワー作ってんですよ。花手まり有名みたいよ。どれ？うん。赤い。お酢と多い飲みのほら。お酢を飲んだら口の中でピクルスで、これお水が冷ますわ。柔らかくなっちゃうから。栄養洗い流してしまってるけど。はい、出来上がり、頑張りました。何が届いたのかと思ったら、うん、ファンケルのマスカラです。プロテインも届きました。これ、宅配ボックスに10日間も放置されていました。これ、そういえばプロテインが届いてないと思って、ネットで調べたら、発送しましたっていうメールは来てて、それになんか追跡番号が載ってたからね。追跡したら、もう配達済みになってて、宅配ボックスに10日ぐらい前に入ってんですよね。ありえへんと思って、その宅配会社に問い合わせの電話をして、番号を教えてもらって、昨日受け取ってきました。毎日いろんなものが届きます。ついついね、ピンポーンとかってくるとイラッとかってするんだけど、宅配業者にしてみりゃふざけんなだよね。自分で注文しといてイラッとすんなんて。とタイミングね、それはもう知ったことじゃないって向こうは思わはるやろうけど、私がトイレ入ってる時とかさ、もうほんまタイミング悪い時が多いからね。やめてね、時間指定とかもしてるけどね、一応。というしょうもない愚痴でした。片付けします。いつ確定申告すんねん。頑張れよ。息子がね、京都に突然行くって言い出して、送ってくれって言われて、間に合わないと思うんですけどね。シーラねってことでヒヤヒヤするから、私先に車行ってようと思って今向かっております。多分今日夫帰ってくると思うんだけど、夫も迎えに行かなあかんのかな。私息子を送りに行って帰ってきてまた行かなあかんの。何も聞いてないけどな。タクシーで帰ってくるのかな。これは多分間に合わないぞ。息子はまだすっぱだかやったからな。夫がいないから、いつもよりは睡眠取れた。6時間59分寝てた。フィットビットが測ってくれてんですけど、あと1分で7時間やったのに惜しいって感じで。走っとる走っとる。え、上着着てない。あんた上着は？入ってる入ってる、いっぱい入ってる、うん、いっぱい2個ぐらい入れた。それも上着か今着てんの。なるほどね。それあ、トレーナーか。トレーナーって言うの。トレーナーとかプルオーバーとか言うんじゃん。お気に入りのやつ。お気に入りな。なんだ。これを認めよう。これをだからお母さんのスマホと繋がってんの。間に合う？これ。いや。お母さんもそんなイヤイヤする？お父さん今日帰ってくるんじゃと思うねんけど。迎えに行かされんの？そりゃそうやろ。知らんけど。知らんけどな。てか知らんけどって関西人特有らしいな。そうよ。俺関東人も言うと思った。関東の人も大阪弁とか真似して言うやん。あ、関西はもうネタやん。わざとつけたりする。めちゃめちゃ使う。俺忘れ物してさ。ほら捨てるやろあんた。この短時間で支度してさ、スマホと財布とメガネある。とりあえずそれだけ持ってれば。メガネもそんなにいらん。いらんことないわ。なんで車運転すんじゃん。だけど目見えてないって不便やから。旅行行くときとかどこに。今日はやってたから。おー覚えてないか。いやいや覚えてるよ。家に2回来た子やろ。人見知りっぽい子。ああ、分かる分かる。あの焼肉屋の前でおった子だよ。ああそうそうそう、よう覚えてるな。伏見区の家も1回来たやろ。ああよう覚えてるな。覚えてるよ。あんたの一番仲いい子やんか。写真も一番あんた一緒によく写ってる。高校の時の修学旅行とか。ああ、まっすやんな、うん、一番仲良かった。こっちから行かん。お父さんいつもこっちから行けって行かされてんの。へえ、ああ知らんかった。向こうから行くよりもいいんかな、これ信号なくて。賢いも確かに。たまにはやるやろ、お父さん。なるほどな。まあ、それは賢い。あ、そう。言うとこはお父さん喜ぶ。まあ、賢いって言うてたよ。ちょっとバイトのお店に行こう。こんな余裕あるんかいな。だって、あと15分あるね。コンビニで買わなあかんの。こういう時は水とか。バスの中で水買われへんよ。喉つっかえたりしたり。何やったんですか。いや、ありえるよ。なんかおやつ買っとくとかさ。気ぃつけてくるんよ。ありがとう。うん、ま、楽しんどいで。明後日頼もう。分かった。昼ぐらい連絡するわ。コロナ気ぃつけよ。ああ、マスクして。バイバイ。楽しんでおいで。もう忘れ物だけしてないことを願うわ。ほんまにちっちゃなリュック一つで、まあ身軽でよろしい。見習おう。東京へ今度行くんやけど、息子を見習って身軽に行こう。無理やと思うけど、普段からすごい荷物やから。
夫から連絡ないんだけど、もう自分で帰ってくるんでしょ。知りましん、僕は知りましん。まあ機嫌よく言ってくれてよかった。亭主元気で留守がいい、息子元気で留守がいい、みんなが元気でハッピーでそれぞれによかったらそれでいい。もう夫も息子も元気だったらそれでいい。私が心配したってしょうがなくて、私にはやるべきことがあるし、心配することも他にもいっぱいあるし、心配するのがなんか無駄な気もするし、今やるべきことをやっていく、それだけ。次やるべきことをやる、それが何なのか、答えは一つなんだけど、わからないことにしとく。もう考えたくない。カバンが転がっとってなくなって息子が持って行ったんかと思って、今心臓が口から出るかと思ったわ。ほんま胃薬飲もう。お疲れ私。夫が帰ってきました。タクシーで帰ってきたみたい。お金使って歩いて帰ってこりゃいいのに。歩いて帰ってこようかと思ったけど、さすがに荷物がとか言ってさ、荷物がってガラガラ引いてんですよ。私なんかさ、実家の片付けしてるとき、大きなスーツケースみたいなトランクと大きなサブバッグ、なんていうの、これショルダーバッグ3つか4つ下げて駅から歩いて帰ってきたからな。それをやれとは言いませんけど、普通にガラガラ引いて帰ってきたらいいやんね。で帰ってくるなりさ、携帯がねえわとか言って、もう一個のスマホの方で鳴らしてんだけど、あ、どっかで鳴ってるわ。でもどこにあるかわかんねえ。探せらんねえよ。どうしよう。とか言って延々やってんですよ。で、探してくんないとか言って、知るかですよね。延々探しとけばええんやと思って。探す練習した方がええんちゃう？私がおらんくなったらどうすんの？とか言って。あんたのその探し方では延々見つかれへんと思うで。私がどうやって探したらいいって言ったか思い出し。何百回教えたったんや、探し方。その探し方っていうのは、物が探せない人って、こう、目線があっちこっち行くんですよ。右の方を探してるかなと思ったら左の方を探して、手前の方を探してるかなと思ったら奥の方を探してって感じで、ジグザグに目線が動くんですね。それでは探し物は探せない。同じとこ探したりするからね。端っこから順番に探すんです。絶対ここはないやろっていう端っこから順番に見ていく。こうやって。こうやって見ていく。部屋の中も、すべて、カバンの中も、机の上も、絶対見つかるからね。それで私はいつも探し物をしている。必ず見つかる。私の片付けの鉄則は、同じ種類のものは同じ場所にやけど、探し物を探すときは端から順番に。これがなくし物をしない秘訣です。何を熱弁してんでしょうか。私は首ビロンビロンじゃないですか。首がビロンビロンじゃなくて、タートルネックの首がビロンビロン。これ内側に折るとちょっとマシみたいですよ、見栄えが。外に折ると、なんかビロビロがバレるけど、内側に折ると、いい感じみたいですよ。あ、でもごまかせる、ほら。東京にね、行く準備を着々と進めているところで、ホテルを予約したりしてんですけど、そのホテルの予約が、まあ厄介で、昨日と今日丸2日かかったわ。丸2日ってそら他のこともいっぱいしてるけどね。最近全然やってないから、よく知らなくって、お得なやり方とか、この今の頑張りが東京の旅行の成功につながる。東京で楽しむためには今頑張っておく必要がある。確定申告やらないでそんなことをやっています。確定申告もそろそろ仕上げようよ。そろそろ仕上げるんだよ、うん、頑張ります。木曜日もう6時半過ぎてます。夕方のパジャマ、寝る支度したん違うんですよ。起きてそのまんまです。今日も YouTube の編集だけで終わってしまいました。夕飯作ります。買い物も行ってない。何にもない。あるかな、探してみる。人参とわさび菜、冷凍庫にカリフラワーとブロッコリー、納豆とお肉、ささみとかももとかあるわ。紅大根や、なんかあるわ、野菜がいろいろと。はい、そんなこんなでご飯を作りたいと思います。それでは取らんのかい。人参甘、人参5本切りながら全部味見していく。1本目の人参超甘かった。めちゃめちゃうまい。お腹すいた。
腕邪魔よね。落ちてくる。止めておこう。ゴムで。うちの輪ゴムは使わない。ヘアゴム、パンツのゴム、いろんなゴム再利用。アームバンドバッチリ。うわすごい、このわさびな、すごいもっさもさよ。うらやましい。薄毛の私がわさびなにジェラシー。すごいもさもさ、ふっさふさ、腹立つな。徳島の野菜最高よ。もっさもさやから、人参も超甘やから、徳島最高。もう私永住するって決めてん。多分分からんけど、気分はすぐ変わるけど、食べることに命かけてるからね私。食が一番。美味しいもん、野菜、お肉、魚、何でも美味しい。海と山と川と湖ないだけ。町もまあちょっとした町はある。神戸とか行こうと思ったら行けるから。東京だって飛行機に乗れればすぐやし、お金はかかるけど。飛行機乗られへんけど頑張って乗れるようになりたい。はい、紅大根。こういう変わった野菜もめっちゃある。ビーツとかなんかおしゃれな野菜もいっぱいある。見たことない、聞いたことない果物とか、なんかハルミとかさ、セトカとかさ、スナックの女の子みたいな野菜とか果物がいっぱいある。美味しい、どれも。スイカやん、スイカ、うまっ、甘っ、大根うまっ。食べ物が美味しいのが一番。あとはヒソ。多分みんな今、いやリアルちゃん怖い、喋らんと切ることに集中してって思ってると思うから、半分に切っとくわ。このヘタも食うか。食うかとか言うたらあかん。あー、人参の甘い匂いがしてる。わさびなもかじってみたろ。髪の毛がふさふさすぎて水めっちゃ含んでる。どれ食べてみよう。わさびな大好き。こんなんなんかも京都にいる時はコープ自然派でしか手に入らへんかった。あれも徳島のやつやったんちゃうやろか。コープ自然派って徳島の商品が多くて、京都でも徳島の食品をいっぱい買ってたんですけど。わさび、わさびすごい。ほら、わさび、もう鼻プンプンする。やば、鼻が、うわすごい、これ、あー、これあかん。すごい、こんなわさびな食べたことない。ちょ、マジでやばい。あの罰ゲームでやったことないけどさ、チューブのわさびガーって食べたぐらい辛いよこれ。辛いっていうかツンツンきて泣いてる。茶碗で浄水飲んでる。徳島の野菜濃厚です。いや、ちゅうかもう野菜だけでお腹いっぱいになってきたわ。お腹張ってきた。体調はなんとかぼちぼちやれてて、以前よりはいい感じやと思う。なんかちょっとマインドコントロール、気分的なもんやなんやとしたらできてるような気がする。なんかピンって言ってる。体調はあのメンタルによるものだけではないって私ずっと思ってたんやけど、レベルじゃないもん。あの痛みっていうか痛さっていうか、寝てる時もやつさ、それがなんかマシになってるような気がすんねんな。あの病気をね、自分で治すじゃないけど、もう治ったって自分にマインド コントロールして、自分に暗示かけて治してみるっていうやり方をやってんですよね今。だからあんまり考えへんようにしてるし、すぐちょっと頭に浮かんでくるんやけど、不安とか病気のこととか。そしたらなんかこうちょっとかき消すようにしてて、臭いものには蓋をするじゃないけど、行かないといけない検査とかだけちゃんと行って、1年に1回とか行かなきゃいけない検査があるから、そういうのだけちゃんと行って、あとはもう気にせんように。もうそれでなんか見つからへんかったら、もう見つからへんかった時、それはもう運命やしさ、もうそれで手遅れになったってなったって、そんなん1週間やそこらで死ぬってそうそうないやろうし、まあ辛いかもしれへんけど、気持ちも体も。だけど死ぬまでに期間は多少あるやろうから、だから そういう状態になって断捨離とかできないし、急いで断捨離しとかないと、就活しとかないとって思ってたけど、もうそれはもうええわって思ってて、もうあのごめんって感じ。私も親の面倒をそうやって見てきたし、こんだけ荷物いっぱいあるけど、ちゃんと分かりやすくまとめてあるしね。あとはなんか業者さん呼んで、もう近辺目利きの人呼んでね、探してもらって何割かでも息子の手に入ればいいんじゃないかなと思って、やるべきことをやってちゃんとやっておいてあげようと思ってるけど、だけどもういつ死ぬか分からんから、早く何よりも優先してっていうのは
いや気持ちの上ではあるんやけど、それできひんからね、結局なんか楽しみたいこともあるしさ、その自分から何かを始めようとか何かを見に行こうとかそういうのはもう別にいいやって一瞬思ったけど、なんかこうチャンスが舞い込んできたり出会いが舞い込んできたりするのを拒絶するつもりはないし、むしろそういうのは受け入れていった方がいいと思うから、だからそういうことをやってると本当にこの YouTube もやってるとやらなきゃいけないこともできなくて、あのギリギリ間に合うみたいな感じでやれてたらもうそれでいいやんっていう感じになってて、うん、それがもしできなくても別に誰も困らへんしね。例えば確定申告なんかでも税金返ってけへんかったってもともとそれ払っちゃってたやつやから、うちの夫なんかそんな存在すら知らへんし、私がなんかちょっと後悔するっていうか残念な思いするだけやし、自分ができなかったんやったらもうそれはそれでしょうがないし、もう税金も取り戻した分は私のお金になるって言って夫とは契約結んでるけど、契約ってそんな打ちやすくそこやからね、私が良ければそれでよくて、私が良くないからやってるんだけど、だけどそれも躍起になってこうやらなきゃやらなくちゃって思ってるのもしんどいし、ぼちぼちでええやんっていう、体調もだからそういう風に私治りましたんでっていう風にやってますんで、今もなんかちょっとお腹が張ってますけど、これはもう気のせいですから、体質ですから、これが当たり前デフォルトだから気にしない気にしない、別に何でもないもん、知らんけど。はい、ここにまだ解凍しきってない鶏肉をぶっ込みます。ぶっ込むぶっ込む、あーお腹痛い痛い言うな、お腹痛くない忘れろ。はい、人参で蓋をしておく、焦げた人参はコクが出て美味しいらしい。このわさび菜100円やから、これ全部で。紅大根はなんかスーパーの農協コーナーみたいなところで買った。このわさび菜はマルシェで買った、徳島物価超安いから。イオンとかそういうとこ行ったらまあそこそこするけど、あの地元のスーパーとかマルシェとか農協とか行ったら超安いからね。世の中が物価上がってるとか言われても全然ピンとこないリアルです。はい、わさび菜ね、これ分かりにくいけどみじん切りにしました。ちょっとあのドライにしようと思ってザルに入れて、こんなとこ置いてたら乾燥せえへんな。お肉はと人参よりもちっちゃくハサミでチョキチョキしていって、でこれの上にこの、 あのみじん切りしたわさび菜をパラパラってかけて、はい、薬味にしたいと思います。でこれを彩りで飾る。あと昨日の残りがあるんだけど、昨日の残り旦那に出した汚らしいの嫌がるかな、ものすごいあの旦那に出すものには気を使います。お肉を包丁で切ることなんてないんだよね、だから私の料理はグロいんだよね。オールスパイス、体のためにね、腸を癒すペパーミントを少し、そんなミントミントしないから大丈夫よ。ペッパーも一応入れとこうか、ちょっとね。あとガーリック、ガーリックももうこんな容器に入ったやつしか使わなくなっちゃったよ、めんどくさくて。うん、スパイスの匂いがいいじゃない、彩り鮮やか。パセリでも振っておこう。ご飯に今ハマってる泡鈴鹿味噌、これをかけていただこう。冷凍庫に入ってるからこれも全然凍ってないからね、ほら冷凍庫に入れてても。それではいただきましょう。鶏肉と人参の炒め物から。塩スパイス炒め、人参がめちゃめちゃ甘い、塩はそんなに効いてない、人参が甘いからこのわさび旦那のにはたっぷりかけてあげよう。この味噌甘くて美味しい、食べられるって幸せ、生きてるって実感できる、よく噛んでいただきたいと思います。最後はメンバーシップのお知らせです。リアルのメンシップメモリーハウスリアルは3つのレベルに分かれております。リアル交流290円のレベルにご入会いただきますとメンバー限定の動画やライブをお楽しみいただけますので、よろしければご検討くださいませ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。ツイッター、インスタもやってます。それではまた。サブチャンネル、リアルの喋りの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。